はい、こんにちは、リトスノーノです。それではですね、中卒で、なおかつ法律知識も全くない。もちろん勉強の習慣もついていない。そんな研ぎ職の方、元研ぎ職の方が、たった3ヶ月で宅建合格した勉強の仕方について、具体例を出しながら、どうやって勉強していったのか。それをですね、今回お伝えさせていただきます。で、この動画約16分あるんですけども、これから宅建勉強する方は、おそらく内容自体がちょっと難しいので、わからないかもしれないです。でも大丈夫です。今わからなかったとしても、これから勉強をね、進めていく中でわかるようになってきますんで、その点は気にしないでください。で、勉強したことある方も、これ別の作業をやりながら、この動画を、見るっていうことをやっても、おそらく頭に入ってこないです。内容自体やっぱり難しいですし、細かい部分なので、ちゃんと、この動画に集中して、ご覧いただかないと、頭に入ってきません。なんで、約16分。16分だけなので、ぜひこの動画に集中してご覧いただければと思います。ではどうぞご覧ください。はい、それでは前回メールでお伝えしました、たった3ヶ月で一発合格した A さんの勉強法。これについて、今回は錯誤の過去問を具体例として解説していきます。その前に、まず錯誤。これについて前提として頭に入れておかないといけないことがあるので、それをお伝えします。まず、錯誤って何なのかっていうと、勘違いのことですね。で、勘違いをして、例えば土地を買いますとか、行って契約した場合、二つの条件を満たすと、後で、契約を無効にすることができるんですね。例えば、A さんが、高土地、この高地と、お土、この二つの土地を所有していて、お土についてはもう現在建物建ってこう住んでるから、これは売りたくないよと。高地についてはもう使ってないからこれ売ろうと思って、A さんは B さんと売買契約をしたんですね。で、普通であれば高地の売買契約をするはずなんですけども、A さんがこれ勘違いしてお土の売買契約をこう結んじゃったと。まあ、こういった場合が錯誤になるんですね。で、どんな場合でも、じゃあ錯誤だから、無効にさせてくださいと、契約を無効にさせてくださいっていうことはできないんですね。条件があります。その条件がここに書いてある2つ。1つ目、法律行為の要素に錯誤があること。まずこの法律行為って何なのかっていうと、契約ですね。AB 間での契約。まあ、もっと言うと、A さんが B さんに対して、売りますよ。お土を売りますよっていう、この意思表示。これを法律行為って言います。で、この法律行為の要素ってこれ何なのか。まあ、要素の錯誤っていう、ここをちょっとね、解説するとどういうことかっていうと、そんな勘違いをしなかったら、その、お土を売るっていうような意思表示はしなかっただろう、と思われることですね。つまり、勘違いしなかったら、A さんはお土なんか売るわけないんですよ。で、A さん使ってるんでね、このお土っていうのは。普通に考えたら、高地を売るわけですよね。だから、この契約行為の要素に錯誤があるっていうふうに、今回はこれ言えるわけです。勘違いしなかったら、そんなこと言わないでしょと、そんな契約しないでしょっていうことが、要素に錯誤があるっていうことなんですね。で、なんで今回で言うと、まあ、法律行為の要素に錯誤があると、まあ、認められるわけです。で、二つ目。表意者に重大な過失がない。これも要件として。上がってるんですね。つまり、この二つの条件を満たさないと、A さんは、錯誤による無効、つまり勘違いしたから契約無効にさせてくれっていうふうに主張することはできないわけです。で、表意者ってこう書いてあるんですけども、この表意者っていうのは、意思を表した人ですね。今回で言うと、まあ、勘違いの意思をした人、つまり A さんです。間違ってね、勘違いして、お土を売るよって言っちゃったわけですよね。だから勘違いした A さん、これが表意者です。この人に重大な過失がないこと。この重大な過失がないってこれどういうことかっていうと、まあ、相当な注意不足の人。もしくは相当の落ち度がある。まあ、そういった場合を言います。まあ、ただね、これ具体的にって言われるとなかなかね、これ難しいところなんで、そこまでは、理解しなくて大丈夫です。重過失がない。これが要件になってるんだなっていうところだけは頭に入れておいてください。実際本試験でも、重過失があるとかないとかって書かれますんで、その部分だけ、この部分だけね、頭に入れとけば OK です。この表意者、この人が重大な過失がない。これが条件なんだってことですね。これを頭に入れておきましょう。で、ここまでが、錯誤についての基本的な、話になります。
続いてですね、具体的に過去問に入っていきたいと思います。平成21年の問1の3ですね。意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつその旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる、丸か×か。まあ、こういった問題なんですね。で、この問題について解けるかどうかっていうのは、正直重要じゃないんですよ。重要なことっていうのは何なのかっていうと、この問題文をちゃんと理解すること。これに焦点を当てた勉強を、これからしていくってことが重要なんですね。この問題文を理解することに焦点を当てた勉強ができれば、合格はできるんですよ。まあ、もっと言うと、問題文もちゃんと理解した上で、ちゃんと解説も理解していく。まあ、問題文と解説っていうのはセットなんでね。だからどっちもちゃんと理解していきましょう。単に過去問だけ、解説だけを、まあ、乱記するってことをやったとしても、あまり意味がないわけですよ。じゃあちゃんと問題文も理解した上で、あ、こういった状況で、あ、こういったルールが使えるんだな。これセットで覚えていく。こういった問題がある。だからこうこうこう。だから答えはこうなんだ。っていうふうな、この流れがすごく重要なんですよ。多くの、人はどうするかっていうと、単に問題を読んで、あ、これは丸だな。で、答え見て、あ、当たってた、当たってた。で、解説は、あ、これがポイントなのか。で、ポイントだけ押さえる。ポイントだけ押さえたところで使えないんですよ。使える知識にしないといけないんで、ちゃんとこういった状況だから、このルールが使える。っていうところまでちゃんと押さえていかないといけないんですね。で、今回、問題文であった意思表示をなすについての動機って何なのってところなんですよ。実際、昨年3ヶ月で一発合格した A さんは、この部分について質問していたんですね。意思表示をなすについての動機って何なのと、まあ、いうところです。これちょっと具体的に解説していきます。例えば、高知の近くに、新幹線の駅ができる。だから、これは駅の近隣の地価が上がるんじゃないかなと思って、高知の購入の申し込みをした場合。これ考えましょう。つまり、購入者がいるわけですね。高知の購入者がいて、その購入者が、これは、この高知の近くにこう新幹線駅できるから、これ、この土地高くなるんじゃないのかなと思って、買いますってこう申し込みをしたわけですね。で、この申し込みをするまでの、実は、流れが実はあるんですよ。一番最初に新幹線の駅ができるから、ほら、近隣の地価が上昇するんじゃないのかなと。これが動機ですね。地価が上がるぞと。まあ、結局この高地ね、買おうとしているこの高地が上がるから、買おうかなってこう思うわけですよ。下がるものなんか買いたいと思わないですもんね。だからこれが動機です。で、これ地価が上昇する。だから買おうとこう思うわけですね。これ2番目のステップ。つまり内心的な、意思っていうふうに言うんですけども。まあ、こんな別に覚えなくてもいいです。とりあえずこういったステップがあるなっていうふうに、頭に入れておきましょう。で、こう思って、買おうと思って実際に意思表示をするわけですね。買いますってこう申し出る。これ意思表示ですよね。意思を表示するってことなんで。ここはまだ意思表示してないですよ。2番目は。まだ思っているだけなんで、心の中で留めておいて、でそれを、口に出すとかね。これで意思表示です。このステップ、三つのステップがあるわけです。で、今回で言うと、ここが動機ですよね。これ意思表示についての動機ってここですよね。で、この動機についてなんですけども、原則、法律行為の要素には当たらないんですね。法律行為の要素、これどこ出てきたかっていうと、要素の、錯誤の要件ですよ。ここに書いてありますね。法律行為の要素。これが勘違いしている場合じゃないと、錯誤による無効は、主張できないんですよ。つまりこれ重要ですよね。法律行為の要素に当たるのか当たらないのかっていうのはすごく重要なことなんですよ。法律行為の要素に当たれば、2番目の表意者に重大な過失がない。この2つを満たすと、錯誤による無効を主張できるけども、もう元々この法律行為の要素に当てはまんないのであれば、もう錯誤の要件満たさないですよね。1番を満たさないってことなんで、錯誤の要件を満たさない。つまり、買おうと思った人っていうのは無効主張ができないわけですよ。じゃあこの今回の動機について。原則は法律行為の要素に当たらないんですね。ただし例外的に、
この動機、つまり地価が上がる、新幹線の駅ができて地価が上がるんだよ。これをちゃんと売り主に伝えたり、もしくは目次的に表示されれば、この目次的に表示される。これね、すごくちょっと、概念的にはすごく難しい、この話になるんですけども、実際には明示していない。つまり、伝えていない。売り主に、地価が上がるから買いますよというのは伝えてないけれども、例えば契約前に新幹線の駅が近くにできるなっていうのを当事者同士で話していたとかね。まあそういった背景があると。そういった背景から売り主も、これ地価を上昇として、地価が上昇するからこの人買ってるんだろうなっていうふうに、まあまあわかるでしょうと。つまり目次的っていうのはこれ、ちゃんと明示はしてないけれども、まあちょっと考えたら売り主さんあなたもわかるじゃないですかって、そういったことですよ。そういった場合に限って、法律行為の要素に該当するんだよっていう話なんですね。で、これを図にすると、動機っていうのは原則法律行為の要素じゃないんですね。ただし例外として、動機が法律行為と要素とみなされる。これ今これ、この例外、この部分っていうのは動機の中にも入っているし、この動機が法律行為の要素になっていますよね。含まれてますよってことです。つまり動機が法律行為の要素とみなされる場合があるわけです。この場合ってどんな場合かっていうと、先ほど言った動機を明示した場合、もしくは目次的に、表示されていた場合。この部分ですね。この場合は、要素に含んでくるんですよ。つまりこう、動機が勘違いしてたと。新幹線の駅ができなかった。そういった場合ですね。そういった場合は要素の錯誤、要素に勘違いがあったんだっていうふうに言えるわけです。つまり、この新幹線の駅ができるので、地価が上昇するんだ。だからこう購入したいっていうふうに言ったんだけども、この部分っていうのが、ちゃんと売り主に、明示していたりとか、目次的に明示した場合は法律行為の要素になるんだよっていう話なんですね。っていうことはこの問題文見ましょう。動機が法律行為の要素になる丸か×かって話ですよね。どういった場合にかっていうと、この意思表示の内容っていうのは、さっき言った3ステップありますよね。この3ステップ。この内容です。この内容の中にありますよと。で、かつ、それを相手方、つまり売り主ですね。売り主にそれを伝えていた場合、これ法律行為の要素になりますよね。今言ったこの部分に当たるわけですよ。明示してるんで。だから今回のこの問題っていうのは丸なんだっていうふうになるわけです。で、これをちゃんとここまで理解をしながら学習を進めていけるかどうか。これがこれからの勉強ですごく重要なことになっているんですね。A さんはこういった問題文の理解、また解説を理解する。これを実践できたからこそ3ヶ月で合格できたわけです。で、あなたのこれまでの勉強を振り返ってみて、このような勉強の仕方ができていたかどうか、ちょっとこれ振り返ってもらいたいんですね。まあ、これから勉強していく方っていうのは、まだね、全然勉強しなくて、これから勉強を始めていくんだっていう方は、こういった勉強ができるかどうかってことですよ。重要なことっていう。で、合格できる人とできない人の違いっていうのは、この実力が上がる勉強の仕方、これを実践できているかどうかの違い。もうこれだけなんですね。大学出てる出てないとか、勉強が得意不得意とか、そんなのは全く関係なくて、合格できる人できない人の違いは、実力が上がる勉強の仕方を実践できているかどうか。これだけなんですよ。だから、あなたもこの実力が上がる勉強の仕方を実践さえできれば合格できるんだよっていう。まあそういうことなんですね。なんで、独学で今言った勉強の仕方できるっていうこと、できるという方は、もう自分でね、これからたくさん問題解いていくと思います。その一つ一つの問題について、理解していくっていうことをね、ぜひ実践していってください。そうすれば必ず実力つきます。そして今年の合格も全然夢じゃないし、十分可能です。ただ、独学じゃ難しいなって思っている方もいると思います。そんなあなたもご安心ください。今年合格する方法があります。それがたった3ヶ月で一発合格した A さん。A さんも受講した短期集中実力アップ講座です。で、これっていうのはもう問題を解いて解説を覚えるだけで、理解学習が実践できるような仕組みになってるんですね。つまり、
もうどん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 問題集を勉強していくだけで、持続がついていきます。これまであなたが行ってきた問題集を解いて、で、解説を覚える、まあ、問題読んで解説を覚えるっていう勉強の仕方、この勉強の仕方をやったとしても実力がつくような解説になっているんですね。つまり、誰でも実力を上げることができるっていうことなんですよ。で、万一わからないことが出てきてもご安心ください。いつでもメールで相談できます。で、実際に A さんも去年メールでの質問を活用してました。で、さらに、その他、今回特典として、10万円以上する個別指導のサービスの一つ、勉強の仕方の動画ですね。まあ、今回もちょろっとお話しさせていただきましたけども、ちゃんと体系化された動画ありますんで、その勉強の仕方の動画、無料でプレゼントさせていただきます。でさらに、受講をしてから試験日までの、計画の立て方、これも、動画にして、無料でプレゼントさせていただきます。で、もう試験までね、時間がありませんので、今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。で、お申し込みの方法です。YouTube でご覧の方は、動画の下のリンク、こちらの方から販売ページに、飛んでください。そこにもね、動画、いくつかあるんですけども、結局、お申し込みはその、ずっと下にあります、クリックしてくださいというボタンがありますんで、そちらの方をクリックしていただければ、決済ページに飛びます。で、もしメルマガご覧のお客様は、メルマガのところに、販売ページの、リンクつけておきますんで、そちらの方から、お申し込みください。で、万一今年落ちたとしても、来年度、個別指導の受講料が大幅に割引して、受講できる権利をお渡ししますので、無駄になりません。一緒に学習して、今年の合格を勝ち取りましょう。お待ちしております。